そういう人たちがよりブランド力を高めるために今やっていることが、リユースでもさらに価格が上がるような仕掛けをやってるんですよね。グローバルで見たときに C2C のプラットフォームっていくつかあるじゃないですか。なのになんでみんな日本のメルカリ使ってるんですかっていう話になります。寝かせないですね。すぐ、はい、一番テンションが高いのはその小ロット品が欲しかった人がすぐやっぱりメルカリとか見るんで、最初が絶対良くて、寝かせるんだったら数年寝かせないといけない気がしますね。僕らが知らないだけで、市場自体インターネットで物の購買したりとか情報アクセスしてる人がこれだけ増えちゃってきてるんで、僕らが捉えられないニッチ層に対しての限定品ってめちゃめちゃあるんですよ。 D2C のブランドの中でも本当にこうプレミアム化してるものもあるしっていうところが基本はあるんで、でもそれってそういう人たちがよりブランド力を高めるために今やっていることが、リユースでも価格が上がるような仕掛けをやってるんですよ、ね。どういうブランドがどういうところとコラボしているのかを全部辿っていったりすると大体つながってくる。基本的にだってセドリって供給が少ないもので、需要高いものをいかに抑えて次売れるかみたいになってくるので、転売ってそうじゃないですか。これだけ情報のアクセシビリティが上がってきてる中で、さらにやっていくことって言ったら、いかにどのセグメントに対してどういう需給バランスの崩れが発生してるのかをいち早く知る。スニーカーもみんな知ってるじゃないですか。まあそうだね。でもスニーカーじゃないところも全然需給バランスが崩れてるセグメントに対しての商材ってあるし、それはでもみんな知らないですよ。そこを抑えに行くっていうのが一番大事です。ちなみにさ、ストック X が日本切ったらさ、和製ストック X みたいな感じで今モノ株いくし、和製ストック X どうなっちゃう？残るんじゃないですか。ストック X が日本に来た時にどういう戦略で来るのかにもよりますけど、 SEO すごい頑張るんだったらもしかしたらやばいかもしれないですけど、なんかストック X の強みってさ、国内で販売されるよりも早くストック X が手に入るから、そうすると日本版ストック X みたいなサービスって、それって叶えられてるんだっけ？買い手の話ですよね。そう、マーケットプレイスが大事なのって売り手だと思うので、売り手がそこのマーケットを使って売る理由が、まあ明確にあればそう。ってことはさ、じゃあなんでその商品が集まるのかっていうと、海外の現地の人が買ってすぐ売れるからじゃんか、でも日本の人はそれを仕入れて売ろうとするわけだから、はい、だからそこに出すんじゃないのって。まあでも買いの需要は一定存在してるのは当たり前だから、結局ストック X だと海外へのまあ送料だとかタイムラグとか考えると、国内は国内で一定のコミュニティができるっていうのはあるか。グローバルで見たときに C2C のプラットフォームっていくつかあるじゃないですか。なのになんでみんな日本のメルカリ使ってるんですかっていう話だと思うんですよ。なるほどね。結局出品者ってまあいっぱいいるし、一つのマーケットに集約するってどこだ、もちろん独占はするし新規投資っていうのはしやすくはなりますけど、他が全部なくなるっていう状況ではなくなってきてるのは事実だな。例えばじゃあメルカリが伸びてるけどラクマが全く伸びてないですかって言ったら、そんなことないですし、しっかりと堅実に GMV は成長してますと。なるほどね。でじゃあ今後ペイペイフリマとかがもちろ なんかこれで GMV って作ってきたら、マーケットプレイスはまた乱立するじゃないですか。海外から出てきたところで結局、eBay とか、まあ、海外版の C2C あったよねと、はい、海外版メルカリみたいな本家が日本やってきたけど、でもメルカリはメルカリであんだけ使われててっていう話だよね。まあ、ストック X が出てきて日本の C2C マーケットプレイスが潰れるか潰れないかみたいなのはもちろん脅威ではあると思うし、資本力でぶん殴ってきたらきついよなって思ったりしますけど、どれだけ転売ヤーを囲えるかがそのマーケットプレイスの勝ち筋じゃないですか。まあね、C2C とはいえスモール B みたいな出品者がいかに使いやすくてずっと出品し続けてくれるかが GMV のキモいなってくる。そういう観点で言ったらそこさえ逃げれてれば人は集まってくるんで、ストック X の方が発売日が早いってことは、ネクスレもすでにストック X だとしやすいんで、日本の出品者が出品するとしたら、まあ、あんまり嬉しくないですよね。1個あるとするとストック X と、まあ、和製ストック X で、まあ、価格差が起きていて、そこでアービトラージが一定存在しているから、まあ、日本は日本である程度活性化するのかなとは思ってはいるんだけどね。はい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 。ということで、もう今日はトリクルの徳泉社長にお越しいただきました。大変勉強させてもらいました。ありがとうございました。
この1月の YouTube っぽい曲何かって考えたらやっぱりあれじゃないですか、福袋。定価でいうと3万8000円のフィギュアが入ってるということで、ぶっちゃけ福袋ってお得なんすか。なので、はい、実際に買ってみてこう検証していきたいなと。やばいやばいやばい、これなんすか。これ当たりっす。